私たちはアミンチュを応援しています。見たよ、かいつぶり。来たよ、僕の町。6時だよ。知ったかぶり、かいつぶりニュース。SDGs、やってくれ。私たちは安野さん SDGs チャレンジを応援しています。じゃじゃーん、来たね。このコーナーは安野おっさんが滋賀県を巡りながらゲストとお話しするゴミ拾いトークショーです。今日は千成千さんとゴミ拾い。ここはキャッスルローだよね、だからスタートさせてもらうわ。ここのお店も前のお店も千成千さんだよね。こちらのお店、胸京橋店1階が精肉のお店です。2階には近江牛の鉄板焼きとワインを扱っております千成亭新加坊というお店がございます。ほんま階段で上がれるなんてんねんな。で、下コロッケとかもやってんの。土曜日、日曜日、揚げたてのコロッケあります。あら、ええー、なー。女の子誘って行くような時とか、そういう時でも使えるような素敵なあのお料理だと両方入ってるってこと。あ、いいね。千成亭はですね、彦根にですね、一軒のお肉屋さんからスタートした会社でして、創業が67年という会社でございます。あら、すごいな、歴史を感じるわ。彦根を中心に店舗展開、このキャッスルロードだけでも当社のお店が4店舗でございます。あら、キャッスルロードで多角化してるやんか。じゃあみんなで、キャッスルロードでキャッキャゴミ拾い行くね。あ、吸い殻発見。よいしょ。よっしゃ、一発で掴みまして入れさせてもらって共同作業。はい、チャ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 、ゴミ。オッケー。千成亭さんなんか日頃から清掃活動してんねやろ。あ、そうですね、あの日頃からまたあの清掃活動もさせていただいてまして、千成亭ですとあの年に2回、あの松原の遊泳所の方であの琵琶湖の湖岸清掃をさせていただいて。松原だな、鳥人間コンテストやってる広い湖岸のとこやんか。はい、大変やんか、掃除するの。そうですね、あのそれこそあの、まあ、あの会社全体であの人員を募って、まあ、40名、50名ほどでやらせてもらってまして、まあ、広いとこ、ヘクタールがすごいで。はい、そうですね。掃除終わったらヘタヘクタールになるわな。そうですね、そこをやってはんの、他には、はい、そうですね、あとですともここの夢京橋の通り、あのここほら観光客とか見てみんな来るから、はい、滋賀の顔にもなってるようなところや。そうですね、そこに落ち葉が積もるから、はい、観光客さんは紅葉してるかもしれんけど、はい、紅葉の落ち葉は皆さんが拾ってくれてるということだな。そうですね、歩きやすいよ。ありがたい、ありがたい。で、それ以外ですと、この間の彦根の花火大会がございまして、まあ、そちらでもあのその翌日にですね、あのまたあの清掃活動もまたさせていただいてまして、あら、はい、楽しい。みんなが上見てキャッキャ言うてる時に翌日下見て拾ってくれてるんだよな。そうですね、はい。あら、もう頭下がるわ、バーコード出るわ。ありがとうございます、まあ、やっぱりあのお客さん来たから来てくださったからにはやっぱりあのこの通りもすごい綺麗な街だったなという思い出で帰ってもらいたいなと思ってます。なるほどな。なんかものすごい思いが伝わってくる喋り方しちゃうな。あ、ジーンときたわ。わしの広い目頭ちょっと熱くなったわ。ありがとう。これからも続けてってね。はい、ありがとうございます。里山作りをしているって。里山作り、はい、里山っていうのは、お砂糖をいっぱい積み上げた青山を作ってるのかな。あ、それは違います。それは
里山やな。そうですね。みんな上手上手乗ってくる。いいな。どんなんしてあんの？富の里里山っていうところで、うんうん、環境を守るための活動をしてるんです。それもあの地域の人が参加してくれて、うんうん、地域の人と親睦を深めながら、うん、お山をきれいにするっていう活動をしてます。山をきれいにしていってるんや。はい、具体的にはどんなんしてんの？そうですね、あの山にはたくさんの植物があるので、うんうん、それの生存を守るための山のゴミとか、うんうんうん、きれいにしたりとか。そうですね、そんな感じの活動をしてますね。希少種じゃないけど、そういうのあったりするの？そうですね、季節によったら季節の山菜とかも見つけることができて、うん、その季節ごとの楽しみがいっぱい感じれる活動になってます。わちょっと茹でたお蕎麦も丼持っていくわ。あ、飲みちゃいますね。飲みちゃう。あ、そうか、家で茹でていたらあかんわ。山菜蕎麦しよう思ったのに。それはちょっと難しいですね。あ、そうかいな。だけどあれやね、さっきのもそうやったけど、地域の人と一緒にやらはるね、千成亭さん。千成亭は地域の人とのつながりも大切にしてる会社なんで、うんうんうん、すごい地域の人と交流がある活動がたくさんあります。あ、そうなんや、そこが特徴なんやね。そうなんです。秋にね、ご近所の馴染みだよな。安のおっさんとゴミを拾おう、次回に続きます。安のおっさん里親になる。子供預かってくれる里親が不足なんやて。わしやってみようかな。そりゃいい、一日のショートステイからでも里親になれるんじゃよ。そうならやりやすいな。安のおっさん、今日一日よろしく。どんと湯船に浸かったつもりで任して。それを言うなら大船に乗ったつもりじゃ。わし、子育て道具何にも持ってへん。そう思うて、里親会に事前に申請しといたわい。チャイルドシートやベビーカーなど、主要なものの貸し出しもあるんじゃ。レンタルなんて、なんたるサポート。さらに、おむつなどの消耗品はもらえる場合もあるし、それなりの手当まであるんじゃ。へえ。よしよし、どないしたん？なんでやろう？困ったら、ホスタリング機関や里親会に相談できるんじゃ。よかった、解決。あ、ついでなんやけど、わしのバーコード最近減ってきたんやけど、大丈夫かな？そういう相談はちょっと。さらに、万一の場合に備えた損害賠償保険もあるんじゃよ。至れりつくつく帽子やな。至れり尽くせりじゃ。安のおっさん、ありがとう。坊や、またな。サポートのおかげでなんとかできたし、自信出てきた。また里親やりたいな。一日からでも里親になれます。詳しくはお気軽にこちらまでお問い合わせください。今日のエンディングはこちら。日本の琵琶の漢字は忘れたら思い出そう。おうおうひひおうおうともえこ、きょうはれあみんちゅ。全国ニュースの勉強法で日本地図見逃し配信やってるで。ウェブアミンチュで。